こんにちは、着付け講師の素直です。今回のテーマは帯の上に無点が乗る人のための補正方法です。この動画をこんな方にご覧いただきたいです。バストが大きい人、バストはそんなに大きくないけどなんか帯の上に無点が乗る人、着物を着ると太って見える人、そんな方にご覧いただきたい内容です。それでは早速始めます。はふくよかな方向けの方法をご紹介します。大前提として出てる部分は引っ込める、これが大原則だと思ってます。大きいところに合わせて補正を足していくとどんどん太く見えちゃうので、なるべく下着で抑えるようにしてみてください。和装ブラとか使ったりいろいろしてもそれでも改善しないっていう場合はじゃん、補正の出番です。使うのはハンカチとマスキングテープ、これだけあれば帯の上に胸が乗る問題を解決できます。早速やってみますね。補正の鉄則は入れすぎないこと、一番へっこんでるところを少しだけ埋めるイメージでやっていきましょう。バストが大きい方って結局ここがへっこむんですよね。なのでここを埋めてみます。ハンカチを三角に折って角っこが上に向くように一番へっこんでるところにコソンと当たる位置があると思うのでここに当てます。でマスキングテープを斜め上方向に留めます。これでもう落ちてきません。紐とかで固定しちゃうとどうしても苦しくなりがちです。でもマスキングテープやったらしっかり固定されてしかも苦しくないので活用してみてください。一つ注意点があります。この補正が下すぎると胸の下に変なくぼみができて結局帯の上に胸が乗っちゃったり、胸紐が不安定で着崩れを起こしてしまったりするんですよね。なので胸のすぐ下のくぼみをこの三角形の端っこが埋めるようなイメージで当ててみてください。帯の上に胸が乗る人ってバストが大きい人だけじゃないんですよね。バストのアンダーとトップの差が大きい人も結構乗りやすくなります。で、華奢な人でもアンダーバスト、ここがへっこんでるために帯がグイッと食い込んで胸が乗っかるっていう現象が起きます。アンダーバストが細い華奢な方はフェイスタオルがおすすめです。フェイスタオルは高級な分厚いタオルだと凹凸ができてしまってうまくいかないので、100均とかに売っている発色が薄いタイプのものおすすめ。温泉宿とかのタオルもめっちゃ向いてます。タオルを幅3等分になるように折ります。ピンと引っ張って前から当てていってください。この当てる位置がめちゃめちゃ重要です。ちょっと間違うだけで逆に着崩れの原因になるので注意してください。目安はバストのトップにタオルの上線が当たる位置、体を横から見た時にすごくわかりやすいんですけど、一番へっこんでるところがきちんと埋まってる状態、これを目指してタオルを当ててみましょう。後ろ側はできるだけ左右対称になるように当てて、マスキングテープで上側を留めます。反対もこの幅の上の方を留めますね。で、補正のやり方のすごく大事なポイントがあって、補正ってよく落ちてしまったりしませんか？せっかくしたのに長襦袢着てる間に補正取れてしまったってよくあると思うんですけど、それはタオルが体に密着してないからなんですよね。補正を当てたら手のひら使ってピーと空気抜いていく、この空気が含まれてるとブヨッとなってしまうので、空気を抜いた状態で貼る。反対も手アイロンでピーッと空気抜いてで、手アイロンするとこんなにダブつきが取れます。これボトッと落ちる原因なのでしっかり空気を抜いてから貼るといいですよ。こんな感じで補正を入れました。これ逆でもいいかなって思う方いらっしゃると思うんですけど、背中がこうへっこんでる方は逆向きで使います。で、胸が乗っかる方はこれでやっちゃうとこの一番へっこんでるところが空洞になってしまって、これ着崩れの原因になるので前から後ろにかけるようにしてくださいね。こんなタオル1枚でほんまにいいの？私ぽっちゃりやからこんなんじゃ全然足りひんわっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、このタオル1枚ほんまに威力絶大なんですよ。2枚3枚入れちゃうとかえって太く見えるので、最初は1枚だけ使ってみてください。ほんまに変わります。もっと入れたくなると思うけど、最小限にしてください。皆さんが着物で困った時、いつでもお役に立てるような YouTube チャンネルにしていきたいと思ってますので、よかったらチャンネル登録で応援よろしくお願いします。Instagram ではほぼ毎日着物のコーディネート写真をアップしてます。よかったらフォローしてください。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバイ。